ドライブツアー2日目は、広島県呉市を出発して香川県に向かいます。まずは、瀬戸大橋の吉間パーキングエリアへ休憩がてら、向かいます。吉間パーキングエリアの吉間プラザには、フードコート、売店、インフォメーションなどがあり、屋上展望台は絶好のビューポイントだそうです。瀬戸大橋は、本州の岡山県倉敷市と四国の香川県坂出市を結ぶ10の橋の総称で、瀬戸内海をまたぐ本州四国連絡橋です。昭和63年に全線開通し、初めて四国と本州が陸路で結ばれました。橋には道路と鉄道が通り、世界一長い鉄道道路併用橋としてギネス世界記録にも認定されているそうです。この後は、津島神社、秩父ヶ浜、銭形砂へとドライブしていきます。香川県三豊市美濃町の沖に浮かぶ小さな島に建て祀られている津島神社は、子供の健康と成長の守り神で毎年8月4日と5日の夏季大祭時のみ、海岸から島までの渡り橋を渡ることができるそうです。秩父ヶ浜とは、香川県三豊市の約1キロメートルのビーチを誇る穏やかな海水浴場で潮が引いた、干潮時の夕暮れには、上下対称の瀬戸内の天空の鏡と呼ばれる写真が撮れるスポットで、夕日絶景ランキングで全国1位に選ばれたこともあるビーチです。残念ながら今回は時間が合わずに綺麗な写真を撮ることはできませんでした。
はない和銭型展望台は、観音寺の市街地から在田川を挟んだ場所にある、琴引山の山頂近くにあります。展望台からは瀬戸内海が一望できるのはもちろん、有明浜に描かれた銭形砂絵寛永通宝を見ることができます。銭形砂絵は、有明浜の白浜に描かれた砂絵で大きさは、高さ約2メートル、東西122メートル、南北90メートル、周囲345メートルもあるそうです。
次は高谷神社本宮です。標高404メートルの稲積山の頂上にあり、鳥居越しに観音寺市街地と雄大な瀬戸内海が一望できる場所で、鳥居は天空の鳥居として知られ、四国88景にも選ばれたそうです。実は、天空の鳥居へは前日のツアー2日目に一度行ったのですが、土日祝日は駐車場への乗り入れが規制されているため、徒歩かシャトルバスで行くしかないので、3日目の朝に再度行きました。